本当こうあのあだ名があの村尾名人っていうすでに若いんですけど若くして名人の域に達してるっていう、はい、本当創造的な柔術するこうね、多分こう一緒に練習何回もしたことあるんですけどなんでこうなるか分かんないっていうことされちゃうんです。へえ。馬場選手の着物珍しいですね。あんまり見たことないタイプの着物の。辰巳選手。はい。辰巳選手の、ね。さっき入場された時に見てたんですけど、何の着物なんだろうなと思って。これだけたくさんの選手が出るとこう着物もね、そうすごいこうあのこだわってパッチ貼ったりとか、いろんなメーカーの着物が出てくるので、それをこう見るの楽しみの一つですよね。そうですね。皆さん。だいぶ着物のメーカーも新しい。ね、新興メーカーも増え、うん、で古いところもそうですね今すごく増えてますよね、うん、ブラジルの着物もかなり少なくなってきて、うん、あとはアメリカの着物が出てきたかなっていう、うん、そういった感じですね。この辺りこうね、お下がりサービスさんとしても、はい、気になるところかな。そうですね、こういうのは職業柄ものすごく気になっちゃいますね。辰巳選手のヒロブラジリアン柔術は馬場裕樹先生が主催ですよね。そうですね、はい、代表されてて、で村上さんはこうブラジル修行で同じ時期ではないんですよね。時期じゃないですね、かぶっている時期ではないですね。馬場先生とはね、馬場先生が帰ってきたぐらいに僕が行ってるんですよ、ね、ちょっと入れ替わりだった。そうですね、入れ替わりぐらいですね。ちょうど1年前ぐらい帰ってきたのかな、馬場先生が。戦績見ると辰巳選手もブラジル行ってたんですよね。そうですね、サンパウロインターナショナル、マスカダルとプルーマ級優勝、はい、すごいですね。うわ、すげえ。プルーマなんですね、65キロしかないって。そうですね、結構大きく見えたんですけどね。そうですね、体格的にはちょっと大きく見えましたね。それイケメンのなせる技って、はい、そんなところもやっぱりイケメン呪術かっていう。だいぶね、そのあのメディアとかに出すにしてもそのイケメンとかそのルックスって大事ですよね、うん、やっぱね、まあ、何位よりあった方がいいですよね。ですよね、うん、やっぱりこうあの表紙として何かこうねパンフレットので一面ゲイリーっていうのとやっぱこう辰巳さんっていうのとちょっとね、はい、こう、そうですね、女性層にも訴えるっていう、はい、やっぱイケメン呪術家集めてイケメン祭りっていうのもこう難しいな、まあ、イケメンの価値判断がね難しいですね。こう精神的にイケメンな方もいますからね。アンケート取らないと難しいです。アンケートやりますか、次こうパンフレット挟んで心の傷がすごい大きくなりそう。間違いなく。そういう言われのないダメージを受ける人は多分すげえたくさんいると思うんですよ。ワースト1入れなきゃ大丈夫なんですよ。ベスト投票にするのはね。某総選挙だってね。ああ、その話しますか。いや終わんないよ、これもう。すごい。終わんなくなっちゃう。下の人とかがこう、さらされたら偉いことになります。総選挙とか、そのじゃんけんとかの話したらもう終わんなくなっちゃいますよ。すごい。ビタミンのパッチかな、欲しい。ですね、ビタミンですね、パッチ、あとプロビオチ カ、あ、パラエステラ大阪も、ああ、そうですね、背中は馬場さんのところかな、馬場さんの馬場先生のところの、自らのアカデミーのパッチ貼られてるという、うん、パラエステラ大阪さんで練習されてるの長いんですか。多分半年前後だったかと思うんですけど、もう今あのこの収録時点ではもうこの、収録の時、ああごめんなさい、この大会の時の後ぐらいに戻られたかと思うんですけど、はい、なるほど、また一度馬場先生のところにも一遍、ね、見学行ってみたいです ね、道場の、ぜひぜひ。非常にその辰巳選手すごいいい柔術だったんですよね。こう僕たちこう関西で、おお、アームドロック、関西であの村尾選手 その強さをこう肌合わせて知ってるだけに、はいはい、ここまでの試合作れるっていうのは辰巳選手のそのポテンシャルの高さっていうのがしっかりと証明されたんじゃないかなと思いますよね、うん、村尾選手は暁柔術さんの方で、あれは、豊中ですよね、豊中で、豊中でよく関西でも大会開かれている豊中大会響きの方で、うん、練習されている。ここもベリンボ、ベリンボってます。うおー、かー、戻すか、ただ戻すって回転しちゃうってすげえ胸板してるな、ね、本当ですね
フィジカルすごそう。はい。村岡選手もその、あんま力使わないですけど、やっぱ持つものは持ってるよっていうね。ちょっとびっくりしましたね、今。いや、すごかったですね、胸の筋肉の領域が。はって思いましたね。うわ、返すか。すごいな。やっぱりこう、柔術選手、特にこう、中量級、軽量級の選手っていうのは、あの、いかに体っていうかね、あの、いかに武器搭載、をね、その制限の中で搭載するかってことが重要なポイントになってくるところもあるので、やっぱりその、肉体もこう普通のナチュラルトレーニングでも研ぎ澄まされていくっていうのはありますよね。はい、シルエットとしてもそのやっぱりスタイルもいいし、うんうん、辰巳選手はそれにプラスイケメンだと。そうですね、はい、イケメンでしかもね、イケメンだから知らないですけど、この道着のチョイスもすごいおしゃれな感じで、ね、おしゃれですね。しかもこうシルエットもかっこいいっていう、パッチの貼り方とかもすごいこうしっかり貼ってて、そうですよね、ファッション性にすごい飛んでるんじゃないかな。辰巳選手もなんかこうニックネームが あるという話がありますけど、はい、どうも柔術ルンペンと呼ばれてると柔術ルンペンという、はい、あまり由来はよくわからないですけど、はい、村尾名人対じゃあ柔術ルンペン乗していいのかなってすごいですね、名人 VS ルンペンですから、まあでもイケメンだからいいんじゃないですかね、はあ、うん、イケメン、そうか、ただしイケメンに限るってやつですね、そうですね、いいですよね、こんな男前で忠実も強くて、そうですよ ね、 ね、もう越したことはないですよね、忠実、ね、はい、は強いに越したこともないし、はあ、イケメンに越したこともない、そうですよね、それはこの辺りもすごい攻防的にはハイレベルですよね。本当にその、すごい仕掛けとしても村尾選手が下から結構複雑な後転使ったり、そのベリンボロ的な回転使ったりするんですけど、辰巳さんその対応してますもんね、それにね、うまく。まだポイントが入ってない、ね、入ってないですね。で、やっぱりトップ選手の試合ってポイントなかなか入んないですよね。あの、アドバンで止めるっていうのがありますよね。あ、おそう、この際でやらせないっていうのが一つのトップ選手としてのその矜持というか、うん、ね、そう、辰巳選手が僕が練習した時の感想なんですけど、際がすごい強くて、柔術の選手っぽくない、なんか総合の選手みたいな、総合されてるんですかね、されてないかと思うんですけど、際がすごい強い、やっぱそれは意識の高さっていうところもありますね。うわ、こういうところ絶対取られないですよね、辰巳さんは。うわ、これスイープに近い形みたいな、うーん、バックに回るとした、あ、でももうこの状態だったら、うん、これはかなり村尾選手からすごく厳しい体勢、ああ、やり取り返し、手首を取れるんですか、これで、違うか、いや、多分そんな抑え込む、これ抑え込む、手流しただけかもしれない、今のアドバンなんですかね、やり取り返しのアドバンかなですね。でも赤上げましたね。あ、じゃあ今のは立ち上がろうとしたところのアドバンなんですかね。うん、難しい。